かね、慶応義塾大学法学部講師の武田恒康氏がツイッターで新聞での外国人名表記の仕方について意見を述べている。武田氏は中国では日本人の名前を中国語の発音で読むと説明した上で、日本も中国人の名前は日本語の発音で呼ぶのが早く改めるべきとの見解を述べた。武田氏は中国人が日本語での発音を知らず、日本人もまた中国語の発音を知らないことを指摘。習近平国家主席についても、日本では習近平との読み方で良いとし、朝日新聞が習近平とルビを振っていることを例に挙げ、おかしいとの意見を述べている。